こんにちは、ケイジです。山本です。今回なんですけども、はい、我々、うん、ついに、うん、大物 YouTuber のお家にやってきました。よいしょー、すごい ね、 ね、もう、うん、これが YouTuber かと。ねえ、六本木の ねど真ん中で、ねえ、ねえ、すごいよ、うん、これが港区かと、ねえ、言わんばかりのね、うんうん、お、上がれみたいな、ね、あ、はいっつって、ね、靴下履き替えろよみたいな、うん、怖かった、怖かったけど、なんとかね、先ほど撮影を終えて、うん、ちょっと仲良くなったのかな、わかんないね。まあ、そんなね、感じでやらせていただいたんですけども、うん、早速なんで、そのオーナーをお呼びさせていただきましょう。そうですね、はい、じゃあ呼んじゃっていいですか。お願いします。おい、富永。おい、出づらいわ。緩急がすごすぎる。そっち用のツッコミ準備して待ってたら、富永って呼ばれて、グン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 ってなるわ。ちょっと見といて、グン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 グ先ほどまでね、はい、このトミーさんのお家でね、はい、初めてお邪魔させていただいて、うん、このカウンターでいろいろ料理を振る舞ってたんで、ちょっとね、ご飯食べたり飲んだりしますね。美味しかったね、ありがとうございます、ごちそうさまです。いい、いい、すいません。これをね、この日本酒一升瓶、はい、5合ぐらい飲んだのかな。そうですね、まあ結構飲みましたね。あと、森伊蔵さん飲み切っちゃいましたね。はい、あ、それはそれか、そんなもんですよね、うん、いやでも結構ほろ酔いっていうか、まあまあ、まあまあ、そうですね、早い時間から飲んだんで、うんうん、そうですね、はい、まあ、今回は、まあ、さっきお食事会させていただいたんで、はい、まあ、今日しっぽりトークをね、うん、あ、そう、喋るだけで、はい、試みをちょっとやっていこうと思うんで、はい、そのね、なんかちょっと立ち話もなんなんで、はい、一回座って、うん、じゃあちょっと飲んでいきたいと。あ、右左どっち、あ、しっぽりじゃないですけど、それ1分なんで。前後ろどっち、あ、後ろ見えないです、その場合。乳首になっちゃう。同じです、ほぼ。はい、はい、じゃないですよ。はい、じゃないですよ。じゃあそっちのテーブルで使っていいですか。あ、どうぞ、はい、使ってください。そこで飲んでみましょうか、うん、飲みましょうか、すいません。なんかシャンパン、シャンパン、なんかシャンパンって、シャンパン欲しいな。シャンパンないですよ。ここに牛釣りさんが、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、トミー、いやー、ありがとうございます。なんでここから始めないんですか。ん、いや、普通になんでここから始めないんですか。え、なんで答えてくんない。え、最初なんか僕がボケた状態でわーわーみたいな、ここからやればいいのに、ね、ちょっとよくわかんない。あんな初めに見たことあります、まあ、ね、以前ね、うん、伊豆にキャンプ、あ、キャンプ行きで、僕らがこう、おもてなしをさせて、はい、いや、ありがとうございます。で、今回は僕、そうですね、ご飯作らせていただいて、なかったもんな。いや、ありがとうございます、食べていただいて、うん、まあ、しっぽりね、はい、飲ませていただくと思うんですけども、はい、うん、何か、何だ、まだシャンパン、シャンパンはねえです。んごめんなさい、シャンパンはねえんです、ごめんなさい。お疲れ、お疲れ、お疲れの頃のシャンパンはもうないんですよ。シャンパンってもうなくなったらしいですよ。この世からシャンパンってもうなくなっちゃった。シャンパンに地方ごとも今ないらしい。シャンパンに地方と、あの、恵比寿がなくなっちゃったらしい。その2個だけなんです。恵比寿って何かと思って、あれでしょ。あれだけでしょ。まあ、まだまだね、まだ冒頭なんだね。いやいや、中盤でも終盤でもダメですよ。何、中盤なら使っていいみたいな。あの、お邪魔させていただいて、手前申し訳ないんですけど、はい、何か飲む物、飲み物、あ、そうですね、ちょっとなんか持ってきますね、そしたら、はい、いや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 、僕が行きます。はい、行きます。いやいや、大丈夫です。いやいや、僕の家です。どこ行くんですか。何をやるんですか、そこで。なんかその、もあ、ごめんなさい、ピンポン、よいおい、いやもうやるんだ。絶滅する前にちゃんとヴィンテージだ。じゃあ WHO に、うんうん、言ったんすね、はい、2019年、うん、おー、そっか、うん、当時だな。結構当時だな。あ、そうですね。開け方は知ってます。いやー、これど、な、ど、なんか、あ、どうやって開けるんですか。なんかこう、線とかついてこっちからこうやってやるんですか。またまた、かわいいな。最悪なんだけど。とりあえずね、しっぽり、はい、うん、しっぽりに向かないですけどね。冷えてる。冷えてます。なんでだ、なんで冷えてるんだろう。俺のあのリュックに氷入ってる。いやいやいや、言ってくれれば入れたのに、うん、そのサプライズで持ってきてくださったんですね。はい、じゃあグラス持ってきますね。そう、ありがとうございます。
いやどうですかトミーさんのお家は。いやね、こんな六本木にね。そうだ、思い出した、地名言わないでください。間違ってますけど、地名言わないでください。六本木じゃない、六本木じゃないですし、なんで最初そうだ、最初123階、123階のタワマン住んでないです。この地域5階がマックスなんです。すごいよね。いやでも素敵なお家に ねお呼ばれさせてもらってる、うん、綺麗な子もいるしね。いやバディさん、あ、バディさん、そうですね、バディさん。あ、そうなんだ、このパと一緒に飲む子じゃない。いや違います。あ、違うんだ。僕がパと呼んでるとかないです。パといないんで、この人ちゃんとあるやん。パとちゃんとなんですか、たまたまですかね。なんかありました、なんで。怖いな、怖いな。田舎の順次みたいな。僭越ながら、あ、すいません、富永が開ける前に僭越ながらとか言いますっけ。絶倫ながらね。絶倫だからねって何ですか。何なんのその絶品だから。うまいなー、むくのが。いやいや、あ、自分で。いや、むき上手。いやいやいや、普段かぶってるみたいな。本当のことやめてください。本当のさあ、暴くのやめてください。てめえのチッチ、むきだ。いやいや、いやいや、社名言わないでください。そんなところで社名言わないでください。誰が先輩と銭湯行った時ですか。ちょっと見え張るか、ね、見え張ります、ごめんなさい、見え張りますからね。すいません、ちょっと行きますよ。はい、お願いします。うわー、大丈夫この映像。上手でございます。最悪な映像だよ。上手でございます。あー、すいません、あー、ごめんなさい。あ、いいですいいです。いやいやいいですね。萌え萌えですね。萌えはやっぱ何百本開けたんですか、一日で。いや、一日でそんな萌え開けないですよ。もう本当に数本じゃないですか、合計。お店で飲むとまあまあするやつですよね。そうですね、萌えは結構しますよね。よいしょ。一番そうです。これチュパチュパしてます。いや、僕ずっとこれチュパチュパしてたらあの頃に見ねえわけすぎる。はい、富永さん、よくできたわ、今の長いセリフのツッコミ。ダブじゃないですよ。今日も切れてるね。いやー、すいません、ありがとうございます。キレッキレです。じゃあ、はい、はい、ヤムトくんお願いします。いいですか。はい、僕ら、はい、いつもキャンプと、はい、乾杯クイズでキャンパーでやらせまってるんで。そうですね、もう今二次会になっちゃうけどね。はい、二次会ですね。まだまだ楽しんでいきましょう。キャンパーイ、キャンパーイ、やらっす。しっぽりやりましょうよ。なんでしっぽりやらないんだろう。短距離走じゃん。いや、今日動画のショートだから、ね、これショートなんですか、うんうん、3でショートは縦にしづらいですよ。どうやるんですか。横のまんま縦にする。あ、めっちゃ下手。めっちゃ下手やん。ずっとこのままやるんですね。みんながこう見ろみたいな。で、スワイプして次の人に行ったら縦になってですね。いずれいやー、いや、早い早い早い、ね、早いですよ。まあでもね、シャンパン、うん、ちゃんとしたお酒もね、うん、あ、チェイサーも僕持ってる。あ、チェイサーすいません、はい、水ありますよ。あ、水もじゃあ、後で、はい、後で水、うん、そうですね、冷やしといてもいいですけど。水、な、何チェイサーします。チェイサー何しよっか。危ねえなー。いやー、ハッシュケースに入ってることあります。チェイサーが、はい、あ、よいしょー。今日はもう行くよ。いや、やっぱスピード勝負よ。かじゃん、めっちゃスピード勝負よ。物の中は何で当ててくるんだから。やっば。なんでだろう。いや、逆に僕がその1個前 の, その僕のトイビデオの動画で、うん、僕が飲んでるのはこれ知らなかったから、うん、まあわかるじゃないですか、はい、よくこれを自分たちでやろうと思っててあんな飲みましたね。だって今日止まるもんね。いや、止まんないでください、絶対帰ってください。いや、いっぱいあるし。いやいや、絶対に嫌だ。うん、絶対に嫌だ。六本木だからね。六本木じゃねえし、ほんで。うん、じゃあこれをチェイサーにしながら、はい、こっちチェイサーなんだ、はい、あ、シャンパンがなくなったなんてね。ね、でもありましたね、1本だけ。すいません、間違えました。こめしょだよ。すいません、すいません。あー、おー、何でも出てきますね。いや、確かに。ドラえもん、ドラえもんです。いや、ドラえもんこんな血余るかないでしょ。とりあえずじゃあこれケツの穴に突っ込む。いや、なんで俺これケツの穴に突っ込むんですか。なんか直接一番効くらしいから。罪悪と一緒で。あ、そうですね。そう。いや、これにそんなにアルコール成分ないですよ。染み込んでないよね。今日はひどいぞ。いい、トミー大丈夫。大丈夫。いや、ダメって言えない状況でやめてください。今日はトミーさんの仕事を、うん、
3本なくす。いやいや、やめてください。僕らの目標。あ、こう今そんなに僕多くないですからね。やっぱり聞いてくれない先輩だ、地元じゃん。まあでもね、酒みんな好きなんで。そうですね、今日はもうロケットスタートして、ロケットスタート、二次会も。なんで二次会ロケットスタートなんですか。作っていいですか。あ、兄さん、いいですよ。ちゃいですよ。出た、富永の悪い癖。いや、悪い癖じゃないですけどね。もう半分。いや、やめましょう。うん、本当にもう。せやな。ちゃんとゆっくり飲むのが大人の誰、ね、山本さんに言われましたから、うん、その大人はペースを守るんだよっていうのは。そうだね。僕それがやっぱなかなかできないんで、ね、その早め早めで行っちゃうんで、うん、楽しんでいきましょう。そうですね、楽しいですけど、楽しくやることが一番大事で。楽しかったこと忘れちゃったら終わりですけどね。そうだね。でもなんかなんとなく楽しかった思い出も、うん、思い出の一つ、ね、まあまあそうですね。ふわっと楽しかったしか記憶ないやつ ね、 うんね。風呂もあるから。あ、風呂もある。あ、ありがとう。俺んちなすいませんけど、ごめんなさい、今口がちょっと間違えましたけど、すごい最短です。そうだっけ。いや、そうでしょ。うーっしゃー。じゃあこれじゃちびちび行きましょう。なかなかないよ。これをちびちび。ちびちび見づらい、見づらい。じゃあなんでこれを飲むんだろうってなるから。ではでは、建築お願いします。ごめんなさい。それでは、はい、六本木のど真ん中で。いや違うのよ、だいぶ外れちゃってんのよ。自治会でトミーさんのたくさん美味しい料理をいただいて、はいはい、もうぜひそれはあの概要欄に貼ってあるんで、そうですね、見ていただいて、はい、そう、チャンネル登録はしなくても大丈夫。何でもしなくてほしい、絶対しい、まあ、絶対抜こう、チャンネル登録、うん、そう、そんな美味しい料理を振る舞っていただいて、はい、ありがとうございます。いい、これから僕らお酒を振る舞わせていただきたいと思います。いや、もう飲みましたけどね。はい、キャバイキャバイ、いや楽しんでいきましょう。チビチビが早い。でもレッドブル入ってるからね。うん、ほぼゼロ。うん、効くんすよ。ん、いや、でも効くんすよ、レッドブル入ってるから、うん、速攻性があるんすよ。次シャンパンにコカレル、うん、いや、なんでも何も割れないんで、そしたらとダメです。うん、そういう都市伝説があるんですか。あ、ないです、ないです。すぐ効くみたいな都市伝説ないですし、いやー、その夫人やめてほしいんだな。ちょっと入った。あ、これが大人のね、ずるさ。まあ、30分一本勝負でいきましょう、じゃあ。いいね。なんで、だからトークテーマは決めましょうよ。あ、いいね。決まってないんだ、これ用意したのに。そう、うん、これ酒だけは持ってきます。これ用意したのに。これしかない。これだけ用意して。なんかバディさんあります、トークテーマ。バディが決めるんですか、うん、トークテーマ。うん、ないそうです。ないそうですね。ないんだ。それはそこで鍛えられてないですからね、それで言うと。う、怖いですね。じゃあ、次ながら、じゃあ次ながらじゃなくていいんですけど。あ、じゃあさっきのちょうど、そうだ、トニビデオさんの方で、はいはいはい、さっきね、うん、質問を募集させていただいたんですよ。はいはいはい、あのインスタグラムの方でね。そうね、大丈夫ですか。はい、いいよ、インスタの方です、はい、で、それをトミビデオさんの方でも答えさせていただいたんですけど、うん、あ、余ってますもんね、絶対。そう、うん、それ喋りますか。皮ぐらい余ってるんだよ。いや、心外だな、ね、いや、マジでそんなに余ってないですよ。え、にしみ、いや、なんでここで見せるんですか。いや、本当に先輩と銭湯行ったらカッコつけれるぐらいです。ほう、寒くなければ。ちょっとそこのサウナ入ろうか。サウナ入った後ならいいですよ。本当？わかりません、その気持ち。その気持ちわかりません。ちょっとね。ちょっとサウナ入る前は、うん。まあこれはチビチビ行きましょう。そうです、これはチビチビ。そうですね。チェイサーで。チェイサーで行くか。そうそう。チェイサーじゃないんだけどさ、これでいいんですよ、真ん中が。熱いな。そうですね。これつけ、大丈夫ですか、つけても。はい。大丈夫ですか、質問。はい。はい、日本酒を選ぶ基準は。おー。日本酒を選ぶ基準。うん。うん、じゃあトミーさんからいきましょう、せっかくなんで。日本酒を選ぶ基準は、うん、飲みやすさですね。なんか、うん、そう、なんか日本酒飲みたい時って、うん、なんか今日バカになっちゃってもいいやって時にはあんま日本酒を選ばない気がして、うんうんうん、なんか日本酒ってなんか料理を楽しみたい時に飲む気がするんで、うんうん、確かにね。なんで飲みやすくないと料理邪魔しちゃうというか、うんうん、料理と一緒に飲むイメージがあるんで、うん、ちょっと水に近いぐらい飲みやすい日本酒がちょっと好みなんですよね。うんうん、キリッとした辛口のだったり、うんうん、まあ、甘くてもすっきりしてるというか、うんうんうん、似てるな結構。うちらもね、ペアリング
に結構重きを置いてるから、はい、その日本酒なんかいやすいません、あの本日はこちらの、はい、ここはシャンパーニュ手法で取れた、はい、モエシャンドンをご用意していただいてるんで、はい、ペアリングとして、ペアリング、ペアリングバレロを用意させていただきます。酒に酒のペアリング、なんかミックスナッツみたいな、ない？あ、ありますよ。え、ある？だからもうこれでバレますよね。飲んでるじゃんっていう。めちゃくちゃ飲んでるじゃんっていうの。ちょっと持ってきますよ。なんかある、あると思います。ありがとうございます。もうね、日本酒で言うとやっぱその始まりはね、うん、飲みやすさみたいなのあったけど、はい、今でこそ言うともうね、その精米の場合も全然。そうだね、磨きがあるほど水っぽくなるし、うん、ね、粗く削ってあればすごい、うん、ね、その清酒感もあるけど、うん、どっちかっていうと、ね、純米酒ぐらいの 5、60% ぐらいで、それこそ今日ね、うん、飲ませてもらって、はい、これは 50% の純米酒だけど、そうですね、これは 50% これめちゃうちらの好みだったよ、ね、うん、あ、本当ですか、うん、その料理にも合わせたいから、うん、まあ、これいいラインついてますよね、かなり。いや、いい、うん、いや、ほんうまいよ、うまいですね、うまかった。飲みメインで行ってもいいし、ご飯でも全然これいけますよね、うん、あ、違う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 違います、違います、この3、これは全然合わないと思うんで申し訳ないですけど、シャンポンですね、シャンポンです、今日はずっと何の話してましたっけ。いや、全然回す気ないじゃん、動画をとりあえずじゃあ、とりあえずそうですね、まだほろ酔いよかったではちょっと、はい、富さん、あー、すいません、もらっていいですか。いや、もう本当になんかあのこの間ちょっとあのキャンプの時ですね、うん、まあ僕ちょ後半は記憶ないんですけども、うん、あのその後はやっぱ反省しまして、一回お酒ちゃんとたしなむ程度というか、うん、ちゃんと動画出れる程度にしようかなとも思ったんですが、うん、やっぱ主水さんと動画撮ったり絡むにあたって、うん、それって別に誰でもいいじゃんと思って、うん、僕は行っちゃおうかなっていう、うん、今後いい、ね、はい、まあただ、うん、一生のお付き合いというか、うんうん、一生のお付き合いをいただけたらなと思っております、うん、視聴者さんもそうなんですけど、うん、もちろんよ、すいません、これじゃあちょっとこれからもよろしくお願いします。うまい、うまい、よかった、宿あって宿あってよかった毎秒歌ってます毎秒狙撃されてます危ねえ。いやこのスピード感はいいね。うん、いや、ダメなんですって。気持ちいいね。いやいやいや、ダメ。まあでもね、お酒は本当両方よりも。いや、誰が言ってんの誰がゆでだこみたいな顔で言ってんすか両方よりか、そっち置いといて、はい、キャンプタイム。いや、でも、ね、僕はレロってやっぱ飲みやすいですね、やっぱり。いや、うまいですね。僕はやっぱその、レッドブルやっぱめっちゃ飲むんで、この味すごい慣れ親しんでるというか、飲みやすいんですね、危ないですね、美味しいよね。トークテーマ、トークテーマ、何、ないじゃん、ずっと。確かにね、さっき日本酒を選ぶ、あ、そうですね、コラボのきっかけを教えてください。毎秒打たれてますどこかから、はい、コラボのきっかけでもあれですよね、連絡いただいて、そうですね、最初はそれから始まりましたよね、はい、で、まあ多分そこからなんかちょっと なんかしら、まあ一緒に飲んだり、なりとか、うん、で、この前お台場のイベントを一緒にさせてもらう、うん、ですよね、僕が言うのもなんですけども。いや、もう本当にそうだね、うん、多分なんかそこはすごい感じますね。で、そのまあなんか兄さん、兄さんって言ってるけど、はいはいはい、別に後輩とも思ってないんです。なんでだろう、ね、なんでなんで。でもなんかもう思わないな、おかしいですよね、うん、それもまあ、でもムームの大先輩でもあるけど、やめてください、人生の大先輩だからそこなんだろ、めっちゃやなそういうのがないっていうのね、確かに確かに、まあ一応その敬語敬語じゃないぐらいはあるけど、うん、まあそのどこかでその面白ければみたいな、うん、差し合って OK みたいなとこありますもんね、うん、このフラットな感じは確かに気持ちいいですね。確かに、うん、なんか先輩後輩ってやっぱ、うん、ね、少なからず人生を生きてれば、うん、誰しもが経験することだと思うんですけど、はいはい、僕のスタンスとしては、はい、誰に対しても平等ちゃんとしてんだよな、うん、あ、 ありますね、それは多分ケイさんが感じます、それは実際上の人でも下の人でもやっぱリスペクトできるところたくさんあるし、はい、うん、そこはお互いその人生をある程度経験してきてるから、うん、対等だからこそその人の内面が見えるじゃないですか、うん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 、で、年上の人もすごく尊敬できるところも、うん、で、人生経験たくさんあるからもちろんだけど、トミーさんなんて僕らの5つ下になるんですかね。いや、
4つっすね。4つか、はい、そう4つ下だとしてもやっぱりね、僕らが YouTube 始める前から、うん、いやいやいや最前線でチンチン振りました、ね、いや、チンチン振り回してないですよ、うん、で、まあ酸いも甘いも、いや、酸いもそっちは合ってるんですけどね、うん、なぜかチンチン振り回してないんですけど、うん、酸いも甘いもは経験してますね、うん、ね、まあそういうところもあって、うん、だからこそ尊敬もできるし、いや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 、でも本当に、本当喋りやすいですし、あの、もう西津さんのチャンネルに出るのは本当に楽しみですね、毎回僕は本当に、うん、これ今日ショート撮ってますけどこれショートなんだ、縦で撮ればいいんだそもそも横で撮る意味が分かんないですよねショートの場合、最初僕ボケてるとこどうするのかな、新時代だ新時代を作れる年齢ではないですしかもずっとこの枠で富だけしか映せないあじゃあ俺の納品してください、まあ、使いどこないですけどねこの側に、はい、いやいやでもでもこれはもうきっかけはその辺ですよ、ね、乾杯、なんで俺が回してるんだろうおかしいって絶対トーク上手だから、ね、上手なんだよね、上手がないですけどね、うちらその回ってない時もずっとボケてるからそうですね、それをずっと全部拾ってくるね、うん、しかも的確なんだよね僕が後ろ向きで冷蔵庫開けてる時に、ね、どっかで動作でボケてるなんで聞いてないんですかいやいや、なんか言いましたじゃないですか、あーもうなんかテキーラのショットの置き方しないでください。終わった。いや終わってる。いやちょっといいし、ちょっといいし、よいしょよいしょ、よかった。いやいや、ちょっといいって気持ちになっちゃってるからな。いや、この本当に素敵な動画、はい、うん、ご覧いただけたんでしょうか。いやいやいや、無理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 、絶対絶対取れだけ足りない、 100% 足りない、 100% もっと頑張った方がいい酒飲みおじさんのだるがらみでしかないからお互いへの、もっとなんかやりましょうよ。そうですね、じゃあ トークなんかその俺の方も結構質問してるんで、質問答えていきましょう。確かにポルノハブ、ね、ポルノハブは違う媒体です乳首何センチですかどういうこと、しょうもない直径の話、フォロワーがみんなしょうもない。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。いや、なんでだろう、男2人のコンテンツでそんなファンついちゃうんだろう。そうなんですよ、方形ですかとかそんな聞かなくても見れば、これは分かんないまあ序盤で何かしら出ちゃってましたしね、うん、サウナだったなみたいな、サウナ後ならみたいな、身長何センチですか。ちょっと待ってください、ダメじゃん、乾杯。いやいやいや、多くない。いやいや違うんですよ、僕ツッコミがちょっと多くて、すごいな、みんな欲しいじゃん。あ、じゃあちょっと真面目なやつ一発いきますね、うん、楽しく生きるコツは。うわー、いきなり人生観で飛んでくるねこうでしょうね、やっぱり、うん、こうでしょうね、こう言って生き方、僕憧れますね。やっぱその僕はやっぱ考えすぎちゃうんで、うん、そのお二人の生き方というかその考え方すごい憧れるんですよね。なん…もっと言って気持ちよくなっちゃってるじゃん。気持ちよくなっちゃってる、気持ちよくなってるじゃん。いや、でもなんかそのシンプルだなみたいな、うん、そのある程度その判断基準を含めて、うん、周りの人に対しての気持ちとかもシンプルで、はい、なんかあんま嫉妬が見えないんですよ、うんうんうん、やっぱ嫉妬っていうのが一番結構複雑にしちゃうなっていうのをやっぱこの世界入ってやっぱすぐ感じるんで、うん、2人からその気配をマジで感じない、うん、で、まあ、もしそのもしかしたらちょっとあんのかもしれないですけど、そういうのを感じない自分のコントロールの仕方を知ってるなと思って、うんうん、めちゃくちゃ憧れますね、そこは。うーん、なんかそういうのあります？俺に関して言うと、はい、あんまり他人を気にしない。いや、だからそれなんですよね、うん、これだから結局今言ったのでちょっと近くくらいですか、うん、答えとしては、うん、その自分の生き方をこう、うん、どう楽しむかじゃないですか、うん、でもやっぱりこう数字がある中で、うん、比べられはするっていうのが、うん、僕らの YouTube 初期から染み付いてしまったこの感覚だと思うんで、けどそれ もう長所かもしれないけど短所でもあるから、うん、いやでもやっぱ背負っちゃってるからね。いや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 、すごいですね。いや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 、でも本当それは憧れるっすね、うん、その、うん、気にしない、まあシンプルな判断基準で、うん、本来それでよかった、いいはずですよね、うん、だからそれはすごいいいなと思いますね、うんうん、なんか生きていく中でやっぱお金を稼いでいかないといけないじゃないですか。まあある程度はそうですね、うん、そうだからその中で
ね、いろんな人のことの気にしなくちゃいけないけど、はい、その僕 の, あの答えとしては、はい、自分らしく生きていきたいんですよ。うわ、うん、自由になりたいと思って法人化したり YouTuber 始めたりするわけじゃないですか、うんうん、でも実際最初の方ってやばいじゃないですか。最悪よ。そう、なぜかなぜかそうなれる自分をが見えないからこそ始めた自由っぽい職業で、うん、死ぬほどがんじがらめに働くのが最初じゃないですか、ね、そこでちょっとこう自由な方に見せかけたその路線の人たちが一回第一関門で離脱すると思うんですよね、うんうんうん、意外とこっち自由じゃないかもというか、うんうん、収入も安定しないから来月の予定も立てられないし、うん、仕事が入ったらやんなきゃいけないからとかで、でここからさらに行くかどうかが、うん、明暗を分かれると思ってて、うん、多分そこで多分自分で売り上げを自分で入れてとかで先に進んでったタイプじゃないですか、うん、はい、その先で自由を見つけたってことなんですか。自由に生きるっていうのはわがままだから難しいじゃないですか、はい、うん、めっちゃ難しいです、ね、好きなことで生きていくんですか、はい、うん、うん、ありますね、そう、難しいんですよね、はい、そう、それはいろんなことを捨てなきゃいけないし、うんうん、それは怖かったですね。まあ最初はそうですよね、うん、そうだけどね、そういう風になりたかったんですよ。あ、自分自身が最終的な目標としてそうなりたかったですね。うん、なんかそれはなんだろうな、お金を稼いでいくだけだったら割とそれだけやっててプライベートは充実すればいいけど、うんうん、逆にだったら別にお金なくても好きなことやってる方が性に合ってたっていう答えなんですけど、はい、ただ結局だから今ですよね、その、うん、プライベートと仕事の線引きがあんまり分かんないぐらいの雰囲気ってことですよね、うん、そう、だからそれを今目指してますね、うん、シャンパンもなくなっちゃったからで、そうですね、終わりますね、終わります、いけます、取れなか大丈夫ですか、待って、終わる、もうシャンパンなくなった、確かにもう一回お手洗いでいいですか、まあ、ちょっと洗いよ、いや、チャック閉めてから来いやクソだチンポ見んな、いや、見てないですよチンポ見んな、いやいや見てないですよチンポは、そのよいしょ、ちょっとトミーのこれ来たよ、バカだからそういうことなんだよバカだな、なんでもう一個あるんですか、いやいや違う、だからそういうことなるんすよ、なんであるんすか、もうええか、もう一個30分しかなってないから、いやいや、ちょっと時間確認しようじゃないんですよ尺大丈夫かな今の YouTube だとって、じゃないんですよ、止めながら開けて、なんで、いや、できます、いやいや、開け入れますけど、ある程度はいっぱい持ってんの、さっきの、あ、うん、さっきの違うんですね、はい、あー、ごめんなさい、めっちゃむくじゃん、いやいや、むくじゃんって、ね、むき上手、むき上手まあ、むき、まあそうですね、先輩30年向いてるもんね、いやいや、まあ確かに、まあ最初の方は向いてなかったですけどね物心ついてからというもの、小4からだもんね、うん、小4からも向いてなかったですけどね、小4から向いたら向かなくてよくなってそうですけどね、うん、なんかいつしかその銭湯行く時ね、終盤、うん、見え向きで、見え向き、いや見え向きしてる人の発言なんですよみんな見え向きしてる、見え向きはまあ男全員しますからね、うん、見え向きね、うん、おーしまーうわー、いや最悪の絵見て、バディさん冷たい目見た、いや冷たい目でしょ、いつらと飲みながら飲んでないですよ、いやいやいや、じゃあ飲んでるんですけどねちょ大丈夫だよ、大丈夫、行きましょう、大丈夫だよ、行きましょうじゃないですよ社長が決裁しましたじゃないですよ、すごいなぁ、富永くん、はい、はい、今日は、はい、美味しい和食料理、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いい、すみません、こちら料理めちゃくちゃうまかったね、いやこの裏は概要欄も、はい、OK なのにね、 OK なんでそんな、 OK なのに、いや、いや、ね、半分、いやいや、ちょっと待ってください、僕は半分ですよあなたたちと違って僕らは半分ですいや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 、僕は、ね、バディさん、いやいや、僕、いや、バディ知ってるみたいなバディに共有してるみたいな、うちの登録してない、いや、登録の時に何割か登録してないえ、なんかしばしばっこくてこうやってはいやいやいや、してないです、それはあの、アメリカの囚人です、アメリカ、富永君、はい、はい、今日は本当に美味しい料理、はい、ありがとうございます、いい、すいません、今日、明日、はい、よろしくお願いします、はい、絶対帰ってください、あさってまで行こう、いやいや、ちょっと待ってください、ごめんなさい、ごめんなさい
いやいや、ちょっとごめんなさい。うめぇ、ダメです、ダメです、うめぇ兄さん、ごめんなさい、ダメです、萌えってごめんなさい、絶対ダメです、それアルハラってしてます。いやいやいや、書かれてましたよ、僕が出てる動画に、僕ガッツポーズしましたもんね。アルハラの感じがやだみたいな。一番僕ガッツポーズしました。うわぁ、なんか僕に対して優しい視聴者さんが初めている。僕、ぬしずいさんの動画一生出よう。最高の現場だっていう。こう、いや、まあ、そういうこともあるよね。でも、ぬしずいさんのチャンネルは本当にもう最高に出やすいですね。いや、もうここいいじゃんって思いました、あの時。安住の地が見つかった。安住の地は見つかりましたね、あれは。嘘だ、このなんかパフォーマンスで怒られないことあるんだっていう。、うん、でもね、僕らもそのお台場の、はいはい、トークショーの時に、はい、うん、お前の十字架はもういらないみたいな、ね、はいはいはい、してましたね。本当にね、映ってないところでも本当に反省、いや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 、っていうのもね、違うけど、うん、本当にね、それに関しては考えてるから、うん、そもそも謙虚な方って、いや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 、もう感じ取れるから、いやいやいや、なんか広告のよくある見出しみたいな、はいはい、水溜りボンド123階に住んでおきながらシャンパン開けまくりーして、違う違う、全部言っちゃダメだし、全部言っちゃダメだし、31人で、いや違うし、普段からその謙虚な、ね、いやいやいや、姿を俺ら見てるから、俺らはね、その前ね、知り合ってなかったからさ、うん、なんかその具合が分かんなくて、いやでも僕はやっぱそのめちゃくちゃちょっと真面目な話1分だけあるって嬉しいんですけど、その、うん、ない本にはないんか。普通、うん、いやいや、ちょっと待ってください、さっき僕の累積に行ったのに、お二人のやつ全然累積にならないの、なんでだろう、おかしいな、なぜ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 に乗らない、まあまあまあ、いやいや、なぜなぜ、いやいや、なぜなぜに乗れる、回ってるんで、ね、寝れるじゃないですよ、すいません、回ってるんで、回って、すいません、切ればいいのに、切ればいいのに、そこはなんで編集しないんだろう、アドビ入ってないのかな、明日公開だから、明日公開だ、このままじゃん。じゃあもう生配信すればよかったのに、なんでこのまま出すんだろう。その僕はちょっとやっぱ思うのは、うん、じゃあ僕が炎上して僕が悪いことしちゃったから、まあ、もちろんそれはあるんですけど、うん、その辺はそもそも僕自身のそのなんかこうことであって、うん、1個めっちゃ気づいたことがあって、でその炎上して自分のそのキャラクターの中で何があったんだろうと思ったら、うん、なんか後輩可愛がってるとか、なんか結構破天荒なキャラクターでとかあったと思うんですよね。だからその辺ってそんな自分の中で貫けないなと思ったんですよ、うん、そのあれがあって、じゃあこう復帰して、うんうん、いっぱい後輩いますぜとか、うんうん、俺破天荒なんで全部給料使うっすとか、うんうん、実はそんなできないキャラクターだったなと思って、うんうん、じゃあ僕に何が残ってんだろうと思ったら、そんなに残ってなかったんですよ、その時、当時で言うと、そのなんか、うん、今とかショートで料理とかね、うんうんうん、ありますけどなくて、やばいな、ただただ時代で運で当たっちゃったのかなって思って、うん、でも周りもまあ言うて運で当たったっしょと思って周り見たんですよ、うん、残ってる人全員何かしらのキャラクターとか何かしらの得意性を持ってたんですよね、うん、残ってる人たちは全員で、めっちゃ焦りました、その時やばいと思って、うんうん、まあ例えばヒカキンさんだったら YouTube それこそ始めた人とか、うん、そのヒカキンさんを見て始めた YouTuber 多いと思いますし、うん、でその他の人たちもそうですけど、うん、まあ例えばカンタだったらめっちゃ編集が得意とか、うん、そのなんか他の方々もまあなんか僕が決めつけちゃうのはあれですけど、うん、なんかある種 YouTube っていうものがなくても何かしらで成功できた何かのその要素を持ってるなと思って、うん、やばいと思って、僕は人気になった後輩を囲って可愛がってただけだなって思った時にめっちゃ遅れとってるなって思ったんですよ、うん、でだそこからそのなんか謙虚とかじゃなくてやべっと思って今があるんで、うん、めちゃくちゃ1年生の気持ちなんですよね。トミーのそのなんか喋りの具合とか、うん、いやでも芸人だよね。いやでも芸人さんがいるじゃないですか、芸人さんがこの世にはいてっていうのがやっぱあるし、うん、落語さんとかそうだし、はかなくも現実的で、うん、数字が全てだから、はい、ね、YouTube に関してだけどね、うんはいうん、それはやっぱ愚直に追いかけて、いやでも結果を残して、いやいやいや知り続けて、うん、最初にね、今日のコラボ
じゃあ20時に来てくださいみたいな。この人違う、ごめんなさい、ごめんなさい、僕、二人娘いや、ごめんなさい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 、そうですよね、うん、今日、嫁抱こうとしてますね、嫁だ、それは別に、嫁は朝でも抱いてくださいそれはごめんなさい、ちょっと間違えましたけど、ね、抱いてきましたけど、うん、抱いたんか、抱いたのにこんな下ネタ言えんだすごい性欲だ、抱いたにね、うん、抱いたにね、じゃないですよ同音異形で責めないでください、あの、少なからず、うん、僕は、はい、もう YouTube 関係なく、はい、富永と、はい、一緒飲み友でいたい、いやーそうですよね、それはもう僕も大切にしてます、もうこのお二方と僕はもう飲むのが楽しくてしょうがないんで、うん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 、これはもうご縁だなと思いましたね、いや本当にこんなに鋭いね、その芸人さんわかんないよ、うん、俺は、うん、まあ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 、まあ、徳井さんあってますよね、うん、僕徳井さんが一番好きなんですよ、あ、そう、僕徳井さんの、徳井さんも面白いね、本当に徳井さんが僕一番好きで、うん、多分すればいいじゃん、ね、いや、なかなかやっぱ今電話する、いや、ダメですよ、俺もすごく好きで、はい、なん当時のチュートリアルさんのネタの、うん、西洋区のバケモンだね、ヨギータ、ヨギータですね、そう、あれとかもめちゃくちゃ好きで、うん、だから興奮しましたよね、いや最高ですよね、僕、うん、徳井さん、なんか徳井さんにやっぱちょい暗さを感じるんですよね、あの人は、なんだろうな、一定のラインを保ってるよね、はいはい、その、まあ、上がらない、まあ、上振れも下振れもし、うん、なんかあんまり見えない、うん、そうしない、僕は本当にその徳井さんがちょっとそのダークじゃないですけど、ちょい、うん、そっち系のネタを書くことがあって、僕そっちのネタが、まあもちろん笑えるネタにはなってるんですけど、うん、それを見てやっぱ心がこのテーマを感情を動かす方向になんか書くんだっていうのは、うん、だから僕は本当にめちゃくちゃ好きで、うん、でもあのコラボ見て、うん、すごい感動したとともに後半徳井さん酔ってるなっていう6時寝たからね、うん、なんでそれ、あと5分でちょっと電話しましょう、なんでやめてください、いや僕もう尊敬で喋れないです僕徳井さんじゃないですか、せっかくだから、うん、多分出ないんで、多分出ないですよ、出ないでしょうね、なんだヤマトかっすよなんでいけるんですか、バカだからそうなるんですよ、いややめてください本当にやめてください、いや誰ですか、徳、いやダメですもしもしダメですお疲れ様です。お疲れ様です。兄さん、本当にダメです。ご無沙汰します。本当にダメです、兄さん。本当にダメです。酔ってんだ、この野郎。いや、今はもう絶賛案件編集中。でもごめんなさい。ごめんなさい。本当にそうですよね。今、伊豆の虫釣りの大和健一と、はい、僕は本当に、お疲れ様です。徳井さんをリスペクトしてしょうがない友達がいて、ちょっと今日は紹介させていただきたんですけど、本当にダメです。ダメです。大丈夫でしょうか。あ、どうぞどうぞ、あの、水溜りボンドのトミーさんっていう方なんですけど、すいません、あ、はいはい、おはようございます、はじめまして、あの、水溜りボンドのトミーと言います、すいません、ごめんなさい、ちょっとちょっと流れでちょっとお酒入っちゃってるのでちょっとあれなんですけど、ちょっと流れで主人さんが電話する流れになってしまって、ちょっとお電話つないでいただいた形になります俺らに見せてないじゃん、すいません、本当に申し訳ないです、すいません、本当に昔からめちゃくちゃ全部見てると思います、ネット上にあるものは、で、はい、ちょっとちょっとこれもね、面白い感じじゃないんであれなんですけども、いろいろ僕がちょっと自粛するタイミングがちょっとありまして、そのタイミングでちょっとすごいなんかこう、目標じゃないですけど、こうなんかこうすごい元気をいただいたなっていうのがありまして、いつかなんとかっていうのはあったんですけど、このタイミングでっていうのはすごいちゃんと見て、はい、思ってました、すいません、いや、なんかあれよね、何やったか、YouTube のチャンネルでなんか俺のチャンネル一回紹介してくれて、いやいや、まあ紹介って言ったらですけど見てますみたいなのはありましたけども、ね、なんかそれなんか人から聞いて、はい、ありがとうございます。いやいや、その本当に今後なんかあればなんか本当にあればでいいんですけど、昔からめちゃくちゃ見てたので、うん、いや、二人が繋がったら僕らは嬉しいですね。いや本当にいろいろ
参考にさせていただいてます。本当にすみません、なんか本当にあの全てのネタを見て、うん、いやいやトミーさんを一番尊敬しているって話だったんで、いやいやいや、トミーさんだからこそ、ね、いやいやいや、そう紹介させていただこうっていう感じだから、うん、もう一回ね、お酒でも飲みましょう。いやすみません、ただ包茎です。いや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 、どうしたどうした包茎です。紹介の仕方どうだろう、わかんないですけども、ね、気持ちもわかるし。そうなんですね。じゃあ、じゃあ胸張れますけども、すいません、本当にすいません、本当に忙しい時にすいません、すいません、編集中に、はいよー、はいよー、すいません、はい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼いたします。失礼いたします。お疲れ様です。ちょっとすいません、ちょっとすいませんね。すいません、すいません。いやもう僕徳井さん本当にそのチュートリアルめっちゃ好きなんですよ。うん、いや僕らの青春のお笑いの最前線でしたからね。そうですね。なんか僕らは何もできないですけど、ね、なんか縁で。いやいやいや、なんかあったら嬉しいですね。それは本当に。阻止しますけど。なんでだろう。全然殴るけど。あ、徳井さんと冬剣行こうよ。いやー行きますけど。うん。僕行かないかもしれないです。なんかもう行かないかもしれないです。ごめん、電話嫌だった。いやいやいや、なんか悪口言ってましたって言って、いや、なんで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 だろう。一番好きなのに、僕冷蔵庫のネタ暗記してるのに。いや、そうなんですよ、僕ちょっとその心づもりが今なかったって、ちょっとそうですね、びっくりしました。出るんだ、あとそもそもだって出ないと思ったでしょ。はい、出ないと思ってやってたんですけど、出るじゃん。ヤマト君ってそういうパワーがある。ありますね。そもそも忙しい人に僕なんて全然電話なんてできないから。だからやばいんですよ、うん、本当に。だからもうモラル、狼に育てられました。モラルはあるよ。そんぐらいの信頼関係があるはずだから。いやだって、いやでもそうかも。でも本当にわかるんだよ。わかります。ヤマトさんからその家じゃないだろうなって勝手に思ってる。電話かかってくるとき、僕ちょっと嬉しいですもん、うんうん、だからそれはありますよね。だからそのそれがあるんだよね。酔ってるじゃんっていう、うん、山さん酔ってるじゃんっていうのあるんで、うん、俺がかけるタイミングだと多分絶対ダメだから、あのできないんですけど、ヤマト君は急にね、トミーもそうだし、シルクとかでもそうだと思います。ケイさんもそうだし、だからケイさんがかけると、うん、僕は2種類の人間がいると思ってて、うん、言えば分かる人間と、うん、言っても響かない人間がいると思うんですよ。うん、言っても響かない人間。これなんですよ。でもそれがね、彼の魅力なんです。いや、分かります。それは分かりますね。変な話、忙しいクリエイターだからこそ、うん、周りもそれを理解してるから、誰も連絡をしないから、もうまさしくそうです。電話が鳴らないのを、うん、あの静寂を切り裂くように電話する男なんですよ、うん、で、意外と絶妙なタイミングなんですよ。いや、これは本当に絶妙なんですよ。 それに関しては何も考えてないけど、うん、でも多分生活リズムとかちょっと違うじゃないですか、うん、吉住さんと普通のクリエイターで違うじゃないですか、うん、だから酔ってるタイミングとか電話したタイミングが僕らの意外とまあ今いけるかもっていうタイミングなんですよ、ね、うん、電話だけはっていう、うん、これがやっぱ強みだと思いますね。トミーは電話出ないけどな。トミー電話出ないんだよね。いや、それで言うとめちゃくちゃ言いづらいんですけど、うん、あのシルクとかと違って僕だけ今はちょっとスタッフいねえんですよ。いや、あれです。人のせいにしますか。違う、あれです。違う、僕のせいであれです。僕のせいであれで、ああなって、ああです。いいじゃないですか、まあ、ね、そんなことは。なんでだろう、なんで僕のそれを考慮してくれ。いやいや、膝トントンじゃないですよ。なんで膝トントンなんすか。いやいや、見えてないところ、なんで見えてないところ、これやめてる。見えてないところ、これかっけえ。昔の海軍じゃないんだから。あ、これ病気かな、じゃないんですよ。海軍 B が足りない。あ、じゃあ豚肉王じゃないんですよ。飽きないでください、絶対。なんでそこまではいいわ、じゃないんですよ。僕自由なんですよ。これはとんでもない動画になるよ。いやー、いいですね、うん、確かに。いや、昔からそのやっぱショートじゃもったいなかったね。いや、ショートにさ、徳井さんカットだから。いや、なんで徳井さんだけ出せばいいのに。徳井さんのあのシーンだけ出せばいいのに、うん、でも何回か富永と会ってるけど、はい、まあ素敵だなって初回から思ってるけど、ごめんなさい、よりあの深さを知って、うん、
なんかこれからも、うん、いやごめんなさい、プライベートでも一緒、ありがたいですね、お付き合いできる、うん、いやもう本当に結婚式呼んでください、いやだそう結婚式あるみたいなやめてくださいその結婚式ある前提の話やめましょうよ、いやとりあえずね、なんで俺こんな独身なんだろうきつい、いいじゃん、いやいいじゃん、してねえよ、うん、誰ときつっこの下りきつ梅影さんだよ、梅影さんと既婚者の男性と結婚式きつない、いやそういう時代です、いやいや、まあ、確かに今僕が良くなかったですね、うんうんうん、なんで謝ってんだろう、現地からちょっとさっと、はい、おしめの言葉をもらって、うん、おしめの言葉いただいて、はい、おしめたいと思います、2023年ほう令和5年ですよ今、うん、令和5年です ね、 僕らの平成元年なんですよ、うん、あ、なるほど、生まれは、はいはいはい、ってことはトミーは平成6年ぐらい、5年ですね、5年か、うんはい、そう、そんな方と、うん、交わらせていただくっていうのが、うん、奇跡に近い、また、うん、まあまあまあ、うん、ご縁ですね、ね、うん、そう、そういうことも仕事ってだから面白いなと思って、はい、うん、やっぱ自分の目の届く範囲でしか普通は仕事がないじゃないですか、そうですね、そうだけどそれで交わらせていただいて、はい、すごくありがたいなと思うんで、そうですね、ありがたいね、でも大好きです僕は、大好きです、お二人のことが僕はもう大好きです、富永のこと好きだよ、いやーざっす、チューすんなよ、チューすんなよ、飲んだ後やめろやめろバカだから、はいバカだからぜひ概要欄に、はい、チェックしていただいてね、チェックしていただいて、はい、またはい楽しんでいただければと、ちょっとギリギリじゃないですか、大丈夫ですか、はい、ギリギリです、僕コメントめちゃくちゃ読んでるんでコメントしていただきたいですし、うん、他のねコラボの方のバイバーイ、高評価もしましょう、高評価も、高評価もね、うん、いろいろしましょうね、はい、はい